久保さん、チラン特攻隊、チラン特攻隊平和館にしましょうか。鹿児島にはですね、あの特攻隊の平和館がありまして、一度だけ行ったんですけど。まあ、最近行ってないですね。いなんか行く、この奥満長者ゃ合宿で行く言うてたけど行ってないですね。また行かんとな。まあでもね、もうね、一回行ってもいいわと思っちゃったんですよね。もう5分ぐらいでもう、あの、 衣装を見て5分ぐらいで、なんか僕感じれるタイプなんで、涙が、うわー滝、滝って言ったら、ちょっと古代国告かもしれないですけど、なんかもうバーって出ちゃって、でなんかいるんですよ。なんかいるんです。重かったですね。だからまあ、その当時に比べると、本当今っていっぱい溢れてますよね。なんか不平不満あるかもしれないけども、そうね。まあ、表面上はね、お国のため言うてるけれども、 みんなを国のために死んでったわけじゃなくて、いろんな葛藤が、もう本当にね、まあそれは言えずね、それをなかなか本音を言えないっていうね、その本音は言えず、もう建前だけで自分を洗脳して、あの、自らこう特攻隊でこう、うん、こう言ってたと思うんですよね。だそれに比べると僕たちってもう本当になんか、だからやればいいのになといつも思いますよ。こんだけ、その、 環境も整ってるわけですから、なんかどうせ無理じゃなくて、いやいやいえできるやんっていうのは伝えていきたいけどね。うん、伝えていきますけど。いや,いやと、<laughs> まあ、いろんな不平不満あるかもしれないけど、そういう時代もあったわけですし、この時代に生まれててね、いろんなものに溢れててね、あの、チャンスはいっぱいあるよっていう。少なくても、少なくても麻雀店のおっさんでもね、できたよっていうね。 <laughs> 40過ぎたい。マージャン、マージャン、インターネットログインしてこなかったおっさんでもね。まあ、家変えたよっていうね。まあ、それをこの億万丈女合宿でも伝え、ね、ずっと伝えていきたいとは思いますけどね。まあ、それがまあね、久保、その、長本人と僕がやりとりしてるわけですから。40歳までね、何も右も左もわからなく、IT、なんやそれと。ね、もうローカルで生きてきた男がですよ。今はね、あの、インターネットを駆使してね。 いろんなことをもう発信してね。山本太郎動画でアクセスを大量に稼いでますけどね。もう山本太郎動画、すごいっすよねちょ。1万回回ってやつもありますからね、直近のやつで。山本太郎動画、すごいっすね、うん。最近のアナリティクス。あ、でもちょっと落ちてきたかな。僕は、あの、あれがびっくりしましたけどね。あの、アムロナミエさん。<laughs> そんなにアムロナミエさんに、そんな興味あったんだと。 これい ?5 日前かあ。山本太郎に謝れ。1.4万回じゃないですか。久しぶりにこれ当たったんじゃないですか。1万回以上回してますよ。すごい、すごい。昔はこんなことできなかったですからね。そう。いってらっしゃい。